チェーンオブケン。ねえ、みんなさ、寂しい時ってどういう時が寂しい？あと悔しい時、辛い時ね。人間ってさ、やっぱりネガティブに持っていくとどん底まで落っこっちゃう人もいるよね。特にやはり私みたいな音楽家たちはその狭間で生きてると思います。でも必ず仲間がいて、知った激励をしてくれる仲間もたくさんいます。そこにこういうだんだん年を重ねると感謝の気持ちでいっぱいと同時に、自分をもっと精神的にスキルアップしなきゃいけないなと、強さも持ち合わせなきゃいけないなと思ったりしてます。みんなどう？そうですね、まあちょっと今日はね、たまたま天気もいいし寒くないので、このお話でも明るくしてみようかななんて思ってます。そう、今日また新しいね曲をバックに聴いていただいてますけども、考えてみたらもう20曲ぐらい短いね、この、YouTube の中で曲を書いたりしているので、おかげさまで、みんなにこの番組というか会えるので頑張るというか楽しんで作ってます。じゃあまたね。